マガンダンアラナビゲーターのガウです。フィリピン観光者のジェニーです。この動画はフィリピンについてもっと深く知ってもらうという目的で作られています。毎回一つのテーマに沿って皆さんにいろんな情報をお伝えしていきますよ。フィリピントラベルマイスター検定で出題される知識についてはもちろん、意外と知らないフィリピンの雑学、豆知識なども盛り込んでいきますので、お楽しみに。さて今回は前回に引き続きまして、セブ島の知識後編となります。いやちょっとやってきましたよね。もう第16回目となりましたけれども、まだまだありますので最後まで見てくださいよ。さて前回もね、いろんなセブ島についてお話をさせていただきましたけれども、セブ島は世界有数のリゾートアイランドであるということが分かりますよね。特にセブ島はあのマクタン島の海沿いにはオーシャンビューが見られるホテルの客室のリゾートがたくさん建てられていて、いろんな人がセブ島行ったことあるよってあの言ってくれるんです。なんかフィリピンというとセブ島イコールっていう人もいるかもしれません。ラグジュアリーなレストランからカフェまでグルメ体験も充実しており、またですねリバークルージングだったりキャニオニング、絶景アトラクションといった自然を楽しむ観光スポットもたくさんございます。まずはですねレストランについてお話ししていきたいと思います。綺麗な海に囲まれたセブ島ではですね、美味しいシーフードと見事な海の景色を楽しめるグルメスポットが豊富なんですよ。例えばね、海に浮かぶ水上レストラン、ランタウフローティングネイティブレストランがあったりとか、あとはですねガーデンと夜景を一望できるシルカ1900はその代表格なんですけれども、行ったことあるんですか？行ったことあります。このシルカ1900というのは19世紀という意味なんですね。え、そうなんです。でこちらのレストランはもともと19世紀に建てられたお家を改造してレストランにしたものです、うん、そうなんですね。すごいなんか現状の形が残ってるままなんですね。残ってますね。で中でもやっぱりその当時のテーブルとか、うん、椅子とか、うん、あと昔のタイプライターとか、はい、昔はどういう街なのかっていう絵とかもあったりしますね。すごいですね、はい、よく保存されていますよね。そうですね。しかもご飯はすっごい美味しいです。え、どういった料理が楽しめるんですか？そうですね、フィリピンの材料を使った洋食だと思うんですけど、ちょっとイタリアンっぽいところがありますね、うん、そうなんだ、はい、ただなんかフィリピンの魚を使ったりとか、うん、フィリピンのウーベを使ったりとかしてます。あ、紫芋ね。そうですね。でワインの種類もたくさんあって、うん、ワインに合わせて食事をするっていうこともできます。なるほどね。あのいわばマリアージュ的なことができたりするんですね。おしゃれ。ガーデンもすごく綺麗なので、なんか結婚式場とかとしても使われたりしてます。あ、すごいすごい。どういった方が多くいらっしゃるんですか？そうですね、いろんな VIP の方が行きますね、こちらでは。そっか、セレブリティの人たちだったりとか、はい、そうですね。というのはやっぱりちょっと品格的には上目な感じなんですか？そうですね、でもそんなに高いほどではないんですね、日本人の感覚から見れば。じゃあちょっとおしゃれしたいなと思った時には行くのがいいかもしれないですね。 そうですね。でも手軽に食べられますよ。そんなに高くはないので、でもご飯がとっても美味しいです。うん、行ってみたいですね。その他にもですね、エルビエントとかアンザニといった洗練された空間でハイレベルな料理を味わえる場所も少なくありません。エルビエントってなんかマンゴーがたくさん食べられるって聞いたんですけど本当？そうなんですよ。マングスクシディナーっていうのがありまして、うん、スープからデザートまで全部マンゴーが入ってます。どういうこと？コース？コース料理なんですよ。マンゴースープ、マンゴーが入ってるスープだったり、うん、そうメインとかもマンゴーが入っていたりしますよ。あ、なるほど。じゃあお肉とマンゴーを掛け合わせたりとか。そうですね。へ、結構面白い発想があって、うん、とっても美味しいですよ。へ、ということはここに行けばマンゴー好きの人はもうたまらないコース料理が食べられるんですね。そうですね。わあ、食べてみたい。そして最近ね、あの本当にカフェブームっていうのがあるんですよ、フィリピンでは。フィリピンはね結構食べることが多くって、でお昼ご飯を食べた後に
ちょっと寝るシエスタもあったりとかして、その後に起きてカフェに行ったりするのが日課だったりするんですよね。で最近セブ島の中心部にはいろんなそのおしゃれなカフェが立ち並ぶんですけれども、バードシードブレックファストクラブ&カフェのようなですね、カジュアルに利用できるカフェも多くあります。であとはですね、オールデイブレックファスト、まあ一日中朝ごはんが食べられる場所もなんか流行ってるみたいですね。そうですね、結構ありますね。サンドイッチだったりとかエッグベネディクトといった定番の朝食から、まあ、ケーキだったりワッフルとかいろんなデザートとかフォトジェニックな食べ物がたくさん出てくるんですよ。そしてやっぱり押さえておきたいのはアクティビティですよね。ボジョリバー、まあ、ボジョ川でクルーズができたり、あとはねエコカルチャーツアーとかもあったりするんですよ。セブ島の南西にある小さな町アロンギン山を流れるボジョリバーは最長約 1.4km となっております。マングローブがたくさんありまして、まあ、60種類ほどの、野生の鳥たちも生息しているんですって。ここで人気なのがボジョリバクルーズ&エコカルチャーツアーというものなんですけれども、アウトリガー式の小さなボートにみんな乗って漁村の生活を、まあ、見ることができたりとか、あと地元の漁師さんによる町の歴史だったり川に生息する動物とかの解説をしていただくこともできるんですって。だからなんて言うんでしょうね、なんか子供を連れてってもいろいろと勉強になったりして楽しいかもしれませんよ。約3時間のツアーの中はですね、川に入ることもできるので水着を持って行った方が絶対に楽しいですよ。その他にもですね、スカイエクスペリエンスアドベンチャーの絶景アトラクションがあるんですって。見てくださいこの写真、激コワ怖これだってすごい高いところにあるんでしょ、はい、スリル満点のアクティビティを求めるあなたなら地上38階建てのクラウンリージェンシーホテル&タワーズ最上階にあるアトラクションエリアがおすすめです。レールシートに固定された状態でビルの端を周回する回っていくエッジコースター、これはですね地上130メートルからセブ島の全部を一望できる世界初の乗り物なんですって。やだ怖い。こういうの乗れる人ですか？乗れないです二人とも全滅なんだけどスリルがね好きだという方はぜひ行ってみてください。またね、地上126メートルに位置する半透明なガラス張りの床を歩くスカイウォークエクストリームも人気のアトラクションの一つとなっております。はい、そしてその他のアクティビティに参りましょう。川さん滝というのがあるんですけれども、ここでのキャニオニングツアーというのもございます。セブ島南部に位置するバディアン島、そこにはですねセブ最大の滝壺を誇る川さん滝があります。今写真にも出ているんですけれども、すごいね、右の写真なんかもう神々しいじゃないですか。そして水がなんともうブルー、綺麗な色ですよ ね。世界の美しい滝100選にも選ばれた秘境で、緑豊かな大自然の中乳白色のエメラルドグリーン色に輝く川さん滝は圧巻の美しさです。上流からメインの滝まで下る川さん滝キャニオニングツアー、これまではですねジップライン、あとはトレッキング、自然のウォータースライダー、滝壺ジャンプを組み合わせたアウトドアアクティビティになっていてスリル満点と大人気なんです。わあもうこれ楽しいね、これだったら私行けるかなさっきのちょっとビルの上のアトラクションは怖いけど、こういう自然と戯れるアトラクションは私は結構好きかな。そうですね、私も行ってみたいですですね。これだったら老若男女楽しんでコミュニケーションが取れるんじゃないかなというふうに思いました。さてセブ島といえばね、宿泊施設どこも本当にラグジュアリーだし楽しいし、もうゴージャスなので迷いますけど、やっぱり観光省のジェニーさんいっぱいいろんなところ知ってるでしょ。いやでもたくさん知ってるって言ってもまだ新しいところもたくさんできているので、まだまだ知らないところもあるかなと思います。特におすすめの場所とかあったりしますか？そうですね、多分日本とかで人気なのはシャングラマクタンリゾートエンスパ、ここはチースパがアジア最大級なので。すごいね。そうなんです、こちらの、マッサージリゾートっていうかはすごくおすすめです。まあいいね、はい、シャングリラ
マクタンリゾート&スパ、これなんとですね、マクタンセブ国際空港から車でわずか20分近いで、こんな施設になってますね。530室のゲストルームとスイート、充実 あのダイニング施設があって、シュノーケリングだったりカヤック、パラセーリング、ウィンドサーフィンなど様々なウォータースポーツが楽しめます。ホテル内でですよ。その他にもですね、リゾートのビーチから広がるシャングリラ海洋生物保護区もあるんですね。そうですね、あの保護区になってるんですよ、前の海は。すごい。そのリゾートからですね、ボートで30分以内の周辺海域には20以上ものダイビングスポットが点在しておりますので、ダイバーの人たちにはすごく人気があるみたいですね。行ってみたい。さて、私のねおすすめなんですけれども、実は、かなり前なのですが、ブルーウォーターマリバゴビーチ&リゾートなんですよ。かなり前なんですが、年越しをそこでしたんです。でね、もう最高に楽しかった。フィリピンのお正月、ニューイヤーは花火で始まるんですよ。で、いろんなところで美しい花火が上がるんですけれども、やっぱりそのホテルごとに上げられている花火もあったりするんだよね。そうですね。そうなんです。なので、まあ、時間をずらしながらやっていくと、まあ、大体こういった、まあ、高級なホテルのビーチサイドにはですね、そのプライベートビーチがあったりして、みんなそこに出ると近隣の花火とかも見られたりとかしてて、本当に楽しいです。で、私が泊まった時はですね、その12時になったになる前の11時ぐらいからみんなで食事をして、で生バンドがあって、でプールサイドとか、あとなんかビーチサイドとかに行くと DJ でディスコとかをやったりして、で花火が上がって、まあ好きな人は思う存分楽しんでくださいというね経験があったので、ここすごいね私にとっては思い入れがある場所なんです。でね、これはね、あのマクタンの東海岸の方に位置する場所なんですけれども、かやぶき屋根が特徴的な四つ星ビーチリゾートとなっています。プールサイドもね、望む全188室の客室はですね、あの木目調で南国リゾート、本当に素晴らしいゲタウェイ、あの隠れ家的、ちょっと芸能人家紋みたいな気分がね味わえる場所となっております。ちなみにプライベートアイランドであるアレグラド島を所有しておりまして、シュノーケリングとかダイビングなどいろんなマリンスポーツを楽しむこともできます。またね、キッズプールなどの施設も充実しているので、家族で行っても安心して、な大人の時間だったりとか子どもたちをね、自由に遊ばせることで、まあ、結構みんながハッピーでいられる空間になっているのかななんていうふうに思いました。またですね、セブ島随一の人気を誇るアムススパは、フィリピンの伝統的なマッサージヒロットが受けられると日本人旅行客からも人気です。他にはどういったところがありますか？そうですね、本当にホテルがたくさんあるので選ぶのはとっても難しいんですけども、うん、ウィンザーリゾート&スパ、うん、あの大型の高級リゾートなんですけども、あの高い建物とかではなくて本当に低めのプライベート付きビラとかそういった感じのところですね、うん、へー。であのさっきフィリピン料理とかの話をしてて、うん、なんか人気が出ているようなあのシェフたち、うん、シェフチェルの話をしてたかと思うんですけど、うん、彼はこちらでレストランを出してます。あ、そうなんですね。食事の方もおすすめですね、うんうんうん、時間は足りないので、まあ、全部はあのこちらの動画ではあの知られないんですけども、うん、まあ、フィリピンの観光者のウェブサイトを見ていただくと様々なホテルの紹介もしておりますので、ぜひ見ていただきたいです。はい、ぜひともよろしくお願いいたします。フィリピン裏マイスター、このコーナーはガイドブックに載ってない情報をお届けするよ。今回はフィリピンのマンゴーについてお話ししていきたいと思います。やっぱりね、フィリピンといえばセブ島のマンゴーは有名です。フィリピン全体にもマンゴーはあるんですけれども、最も有名なのはセブ島のマンゴーって言っても過言ではないんですよ。実はですね、1995年にはフィリピンのマンゴーは糖度が世界一というギネス世界記録に達成したこともあるんです。なんで、私のね、おばあちゃんの家、ルソン島のですね、ここら辺にあるんですけれども、実は私 あの庭でマンゴーが生えてるぐらい、そこら辺にポコポコあるものなんですよ。
ありました？お家の近くだったりとか。そうですね、私のお家ではないんですけど、ちょっと知り合いのお家ではマンゴーの木があって、うん、でやっぱり同じように、うん、そのマンゴーが自然に落ちてくるから、うん、まあ、それを落ちたものをまあ食べるらしい、集めて食べるらしいんですよ。 それでなんかマニラか日本に来た時に、そのマンゴーを食べる時って切って食べるじゃないですか、はいはい、それすごい衝撃的だったって言ってた。なんか一個は丸ごと一人で食べるっていう習慣があったらしくて、シェアしないでね。そう、なんで切って食べるのっていうのがすごくびっくりされてましたね、うん、確かに。じゃあ地元はどうやって食べるかというと、こうなってるものを抜いてそのままパクって食べるんですよ。そうです、ね、だから丸々骨が残るから、これをそこら辺の土に植えて何年かすると、ま、マンゴーの木が植えるという現象になっておりますね。でこちらのねセブ島は人気ということなんですけれども、はい、うん、ただ日本ではセブ島のマンゴーがすごく有名なんですけども、うん、実はマンゴーフェスティバルというある島があるんですよ。何？マンゴーの島があるの？マンゴーの島があります、うん、でそのマンゴーの島にマンゴーフェスティバルをやってます。何それ、その島に行けばマンゴー食べ放題です。最高じゃないですか。そう、しかも日本に来れないマンゴーの種類なんで、とっても美味しいマンゴーだそうですよ。そうなんですか。え、このマンゴーの島の名前は？ギマラス島。ギマラス島、へー、ちょっとなんか深く掘り下げていきたいんですけれども、時間が足りないのでね、皆さんぜひ検索してみていただきたいなと思っております。すごいな。そう、あのマンゴーはマンゴーでもいろんな大きさだったり色だったり味がありますので、ここでフェスティバルがやっているのであれば一気に楽しむこともできるんじゃないでしょうか。そのフィリピンの美味しいマンゴーが日本でも食べられる時期がありまして、はい、だいたい5月4月7月あたりまでに、うん、いろんな日本のレストランチェーンとかでそのフィリピンのマンゴーフェアをやったりします。そうなんですね、はい、普通のマンゴーって船便で日本に来るんですが、うん、こちらは木で売れたマンゴー、熟したマンゴーを飛行機で日本に持ってくるので、うん、もう本当に美味しくて甘いマンゴーは食べられるんです。そうか、旬のものがこのままこっちに来る。日本でも食べることができます。そうか、でも本当にですね、マンゴーは有名ですし、あとね、いきなり現れてみんなびっくりしてるかもしれないですけど、こういった民芸品もとても人気なんですよ、ね、セブ島はやっぱりギターの産地ということがみんなあまり知らないんですけども、うん、本当にこういうお土産的な、ギターから本格的にやっている人たちのためのギターもあります。おー、なんかフィリピンならで、まあ、セブ島ならではの木を使ったりってことですか。そうですね、フィリピンってあるスペインの植民地だったということで、うん、結構ギターを作ったりしてたらしいです。そうか、スペインのこういう影響でね、はい、なるほど。なのでセブ島にはね、やっぱりいろんなものを紹介させていただきましたけれども、こういったね、お土産だったりとか民芸品だったりとか、そしてマンゴーとかを楽しむのにも大きな場所だと思いますので、皆さんぜひそちらにも注目していただきたいと思います。さて、あっという間にですね、時間が過ぎましたけれども、第16回セブ島の知識後編いかがだったでしょうか。もっともっと知りたいという方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、よかったらですね、観光省のホームページをチェックしていただければと思っております。次回はですね、島を飛びましてボホール島についての知識をお教えしていきたいと思います。どうぞお楽しみに。それではここまでです。バイバイ。バアラー。